まあ、今日は岡城を中心としてということでございます。まあ、これは明治初期に建てられた岡城市の草の岡城市の作品でございます。まあ、私どもがちょうど育ったのは戦争に負けたすぐ後、私昭和19年卒で、26年が小学校入学だったと思うんですけど、とにかく軍国主義、軍関係が一切悪いということで180度展開しまして、文化面が非常に優越された時期でありました。従いまして、この武田の方は広瀬中佐とか阿南大将なんかが完全に姿を消しまして、滝林太郎、田野村作れ、この両先生が中心に教えられた時代のものでございます。で、ここに工場の月の詩の土井原先の一番だけで書いてありますが、まあ、皆さん方は大体私に近い人事のようですので、おそらく中学校、小学校、中学校時代に何回も歌わされたと思うんですけども、まあ、非常に難しいですね、この詩。私は何遍も歌ったけど、結局あまり小学校から中学校ほとんど分かりませんでした。で、まあ今でもですね、まあ詩が分からないとかあるそうです。まあ、この一番くらいはまあまあ分かるんですけど、3番くらいに、ね、秋人ネームの下の井戸、泣きゆく彼の数見せて、ウールツイリに成長し、という、ウールツイリに提出しというのがどういう意味を持つのかというのは、なかなか分からなくて、豊川の方々がなんか集まって研究会を作って、1年くらい話し合いとるけど、結論が出ないと。で、そのくらい非常に難しい詩でございます。しかし、この詩を作ったのは竹田の手ではございませんで、皆さん方の手の通り、この竹田で数年間過ごしたことのある滝蓮太郎先生でございます。で、先般が広瀬武雄の講談がありました。で、この広瀬武雄中佐と滝蓮太郎さんとの関わりもあるんですけども、ただ近くちょっと本を読んで驚きます。で、滝蓮太郎さんが留学生としてロシアに滞在している1900年代の初め、ちょうど1901年ですが、その時に滝蓮太郎がこの曲を作曲した後、文部省から留学生としてドイツに旅立っているわけです。で、ドイツの方からのライプチヒからロシアにおる滝蓮太郎の方に楽譜と詩が送られました。で、まあ、滝蓮太郎の方は文学家です。それから、広瀬武雄の方は武人ですけど、で、両方ともすごい能力のある人なんですが、広瀬武雄の方は楽譜を見てもわからないんですね。まあ、私もまだわかりません。聞いてもらわなければ楽譜を見ても歌えません。で、それでどういうことが起こったかと言いますとですね、ちょっと今では覚えきらないような名前なんですけども、広瀬武雄はロシアに行きましてですね、コバレスキ家族、これは貴族で、お父さんが少将、その家庭と非常に親密に付き合いをしています。で、そこの娘にアリアドナさんという非常に綺麗な方がおられると、そういう人たちと一緒に付き合いをしておったんですが、1901年の7月6日、極めて具体的に書かれておりますので、これは本当だと思います。広瀬武雄の日記にあるんだろうと思います。そこにこの楽譜と歌詞が送られてきたものを持って、またもう一回言うのに、コバレスキになるので、そこのお宅にお邪魔し、そしてその楽譜を見せたことです。そうすると、アリアドナ嬢が、この滝蓮太郎の工場の曲ピアノで弾いてくれた。それが一遍でなくてですね、何回も何回も弾いてくれた。なんと素晴らしいんだろうな。
で、だんだん引くうちに、ありあだが感動いたしまして、涙を流し、家族もその曲を聴きながら涙を流した。これは何という曲なんだ、どこのロシアの曲なんだという質問を受けたそうですが、いや、私の友人の竹林太郎の曲であるということです。で、竹林太郎とですね、広瀬武雄は直接的な関係はずっと後しかないんですが、広瀬武雄の方が十何歳か上なんで、海軍兵学校を出ましてですね、竹田に帰ってきました。そして例の海軍の士官の格好でさっそうと竹田を歩いたんだと。その後ろを竹田太郎がかっこいいんで一生懸命ついて回ったと。そこから話が始まっているわけですね。そして、ドイツに行きまして、そのドイツからすぐそばのロシアのペテルスブルクに広瀬中佐がおるということで手紙を送った。そういうことです。で、そういうふうに竹林太郎の曲はこの岡田義をこれをモデルにして作ったと、イメージ化して作ったというのは、まあ、疑いないものだと思いますし、その曲は非常に国際性を持っているということも疑いないものだと。と同時に広瀬武雄がこの間のあのフォーラムでありましたように、非常にロシアの中に溶け込んだ国際性豊かな人物でございます。そういう方々がこの城を中心にして、結ばれ、世界に羽ばたいております。で、この城がどのような作りになっているのか、私はあの石垣から上は分かりません。で、今日は石垣から下の話をしていくわけです。それに関わるために、まあ、いろんなことのお話申し上げながら進めていきたいと思います。で、まあ、いろんな記録があるんですが、主なものを挙げてみますとですね、1185年に小畑三郎が、源義経ですね、鵜飼のために築城したということが、義天記に書かれています。ただし、まあ、これはですね、歴史的にはどうもおかしいというのが近くの通説のようです。ちょっと岡田君が新しいんじゃないかと。しかし、小畑三郎に命されてですね、大阪か神戸の港の方から義経や弁慶がこの九州に向かって船出したのはこれはもう間違いない。ところが船出をしたんだけれども嵐にあって押し返されましてですね、それから、欧州の方に落ち延びて、もしもあの時に嵐が起こってなければ、この義経と頼朝の兄弟争いはまた違った展開を見せたと思うし、このふるさともまた違った形で、より出たんではなかろうかと。で、その後1369年に、滋賀市、大友氏の分家が、滋賀氏が任命した。で、1586年に、大札戦争が起こります。これは大友氏と、まあ、島津の戦いなんですが、その時に3万を超える軍隊が武田の方に侵入いたしまして、ほとんどの城が落ちたんですが、この岡城だけでは生き残った。そして最終的にはすぐそこですね、そこの村の鬼ヶ島の戦いによって、滋賀近く、滋賀市の大将なんですが、若い大将だったんですが、そこに、島津を呼び出して、島津がこちらから攻めて、向こうの中に引き込んで、島津を破って、とうとうこの城は落ちなかったということです。そして1594年に、中川氏が4000人を連れて入部をしております。で、この岡城のことをですね、地理学者の古川正賢という人が、方が江戸時代末期に訪れましてですね、俳優楽器ということに書いてます。健常にして目を強制しない。海内三健常の最上と小説も無べなり、非常に険しいことで驚いた。日本国内、三つの非常に険しい城が、その一番険しい城だと言われても、言われているが、なるほどとのぞれだということようなことを書かれている。あとの二賢城がどこかというのは分かりません。大体昔の人は三賢城とかね、今。今、武田の岡城の方は、
日本百名城の中には三名城とかですね、三景城とかいろいろこうあるんですけど、その中には名乗りがないんですね。で、ちなみに三名城と言いますと四つあるんですね。熊本城、姫路城、大阪城、名古屋城、この四つを三名城と呼んでるから、だからまあ それぞれのところがですね、一つ取ってどっか外してるわけですね。熊本城の人はどっか名古屋城かなんか外してですね、自分とか三名城だと。ただしまあその中の世界遺産は姫路城だけですから、まあ、姫路城は現在残るので大殿であることで思われます。